こんにちは、けいままです。今日はマレーシアのドン・キホーテの購入品をご紹介します。やってしまいました。買いすぎですよね。まずは日用品からご紹介します。1点目は洗濯用洗剤です。大容量の 3.5 キロ入っています。輸入の洗剤が約318円でした。安くないですか？ちなみに普段 2.3 キロの洗剤を260円ほどで購入しています。とってもいい匂いがします。こちらは韓国製のようですね。使うのが楽しみです。続きまして、こちらは珪藻土バスマットです。吸収速乾消臭できるそうです。こちらは M サイズです。 L サイズもあったんですけれども、今回は試しにM サイズを購入してみました。前回の動画を見てくださった視聴者様より DM で安全性についてご質問をいただいたんですが、ドンキさんに直接確認したところ、安全に使用できるということでした。ドン・キホーテオリジナルブランドは安いですよね。後ほど使ってみたいと思います。こちらはハトムギ化粧水です。今回一番買いたかった商品です。安いのでたっぷりつけられますよね。こちらもドン・キホーテのブランドです。ドン・キさんのおすすめ商品でした。体全体につけられそうですよね。次はルルルのバッグです。たくさんのバッグが売っていたんですけれど、これは私の大好きなメーカーでご褒美で購入しました。成分や使い方も英語で記載されています。使うのがとっても楽しみです。次にリラクゼーションアイピローです。すべて日本語での記載になってます。冷蔵庫に1時間ほど冷やして使う方法と、レンジで温めても使用できるそうです。冷温の両方を繰り返し使えるので購入しました。なんと30秒以上を加熱しないよう注意書きがあります。こういう情報は英語でも記載してほしいですよね。目の上だけではなくて、おでこに使うと子どもの発熱の時に冷えピタとしても使えそうですよね。今では主人も娘も使用しています。次は子どもたちに購入した液体泡石鹸キレイキレイの詰め替えパックです。液体泡石鹸の詰め替え用がなかなかマレーシア売ってないんですよね。子供たちが泡で楽しく手をきれいに洗えるように、ちょっと高かったんですが購入しました。手洗い重要ですしね。こちらはゴリンギットの商品です。便器にスタンプするだけできれいになるそうです。素晴らしくないですか？6回分です。これもすべて日本語の記載なんですが、こちらは絵が描いているので分かりやすいです。こちらはかき氷機です。子どもたちがかき氷大好きなんです。日本の実家にこちらあるんですけれども、このご時世で帰国できないので今回購入しました。これでマレーシアのデザート、アイスカチャンとかジュースを凍らせてシャーベットが作れますね。専用の製氷容器も
入っていました。これで何杯分作れるんでしょうね。本体はコンパクトにしまうことができそうですね。子どもたちと作るのがとっても楽しみです。次に私のおすすめの商品です。ドン・キホーテブランドの水筒です。こちらはあと2つ追加で購入したい商品です。かなりコスパがいいと思います。すっごい軽いんですよ。 200g ぐらいしかないんですよ。約780円でした。開閉がしやすいんですよね。これロックがついてるのは嬉しいですよね。付属のゴムが結構大きいので取り外しやすいですし、細かい部分も洗いやすそうですよね。中も綺麗に洗えそうですね。ポイント高いですよね。氷も入れやすそうです。中も取り外し簡単で、すべて洗いやすそうで衛生的ですよね。続きまして、ドン・キホーテ1階で購入したお野菜です。まああまり買っていないんですけど、ゴリンキットの焼き芋はロット10の入り口でも購入できます。ごぼうです。こちらカルビス購入しました。凍らせてシャーベットにしたいと思います。まろやかポン酢。ポン酢を手作りで作るんですが、こちらは安かったというのと柚子が入っていたので今回購入しました。美味しそうですよね。最後にお菓子です。ドンキの袋を記念に購入しました。結構いっぱい入りますね。これめっちゃ美味しいんですよ。ジッパー付きが嬉しいですね。2袋購入しました。おつまみ豆ミックスです。つぶ貝の燻製です。これめっちゃ美味しいですよね。チーズタラ、こちらもすごく美味しいんですよ。前回の動画でマレーシアと日本の賞味期限の表示の違いについてご紹介しております。リンクは説明欄に貼っておきます。たくさんのうまい棒が売っていたんですけれども、私このプレミアムというものを見たことがなくて今回購入してみました。芋けんぴ、スライスの芋けんぴがあまり売っていないので今回購入しました。激辛カキピーですね。義理の家族に購入しました。大家族なので大きいサイズがちょうどいいです。そしておしゃれな柿の種です。名前からして美味しそうなわさび醤油味、主人のおやつで購入しました。残念ながらこちらピーナッツが入っていません。唐辛子味です。
こっちも唐辛子なんですけどね。今日一番のおすすめの商品、ドリップコーヒーです。1杯約22円です。苦味と香りが星4つありますね。後ほどエンドロールで飲んでみたいと思います。これはリプ買い決定ですね。確実にオンラインショッピングのショッピーでも購入できるみたいですよ。バスマットの吸水性を実験したいと思います。ものすごく丁寧に梱包されていますよね。見た目真っ白な板ですね。こちらのシートは水の吸収が悪くなると表面をこするそうです。こんな感じでしょうか。水をかけてみたいと思います。かけすぎですかね、これ。ただ遊んでるだけみたい。でもこれすごいんですよ。ほら、みるみる吸収します。早送りとかしてませんよ。これ水も垂れないです。あっという間に乾燥しました。次回購入する際は白ではなくグレーを購入したいと思います。以上が今回の購入品でした。ポイポイカゴに入れてしまって1時間ちょっとで530リンギットも使ってしまいました。明日から節約したいと思います。購入品は満足してますし、お買い物も楽しかったです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。